当たらないけど競馬が好き。当たらないけど競馬が好き。はい、ということで今日もやっていきたいと思います。今日は中央競馬 G2 放置杯弥生賞をディープインパクト記念やっていきます。中山競馬場で芝の2000右回り、3歳の馬です。全部でこれを3着以内に入ると皐月賞に出れる出走優先権がもらえるレースになっております。詳しくなってきたね、はい、その前哨戦とか、はい、優先出走権とかやばくないもん。はい、詳しいね。はい、密かにやっぱ皐月賞が中山競馬場なんでね、うん、見に行きたいなと思っていて、こっそり前哨戦からやっぱやっていくことって大事かなと思って。というかディープインパクト記念って名前がついてるんですね。そう、名前が変わったらしいですよ。もともとは弥生賞トライアルだったのが、うん、放置杯弥生賞ディープインパクト系。なんかすごいよね、全部さ、放置杯でも良さそうじゃん、皐月賞でもいいじゃん、ディープインパクト記念でも全然成り立ちそうなのに3つ並んでるっていうになります。全部で10頭なんですよ今回。お、少ないんですよ。で早速かけたのを言っていいですか。はい、1番人気4番トップナイフに単勝4000円。いくね、4000円だよね。私4000円いきました。はい、そして4000円いったで1番のレボルタードという馬に、これが、まあ、これもなんか4番人気ぐらいの馬なんですけど、これに単勝1000円副賞1000円で、7番のゴッドファーザーに、これ5番人気です、単勝1000円副賞1000円と、9番のよりまるに副賞1000円、これは別にそんな人気じゃない。で、10番のグリューネグリーン、これもなんかそんな人気じゃない。に、副賞1000円。トータル1万。1万もいってんの？ 1 万いきました。やばいね。はい。そうなんですよ。そんなつもりじゃなかったよ、競馬を教えて。いや、めちゃくちゃ悩んで、まあ、トップナイフがいいかなみたいなも一番人気なんですけど、なんか最近こうやっぱデータ見るの好きなんで見てると奇数の年は荒れてるんだって、このレース、うん、で今年奇数年じゃないですか、うん、まあ、だから一応トップナイフは抑え、一番人気で抑えてるけど、もしかしたら荒れるかもっていうところで、一番のレボルタードっていう馬がまあまあ4番人気とかだったんですけど、ウィンマリリンって馬がいるんですけど、まあまあ強い、なんか海外のやつとか出てた馬と合わせてこう一緒に調教してたら2馬身差とかでこっちこのレボルタードが勝ってるんですよ、その調教ので。でめちゃくちゃ調子が良いと調教師さんも推してて、で騎手も横山さんなんで、いいかもしかしたら荒れるとしたらそういうところが来るかなみたいな。なるほど。で前タイトルホルダーが何年か前に4番人気で1着取ってるんですよ、このレースで、うん、っていうのでちょっとレボルタードに、ま、3着以内に入るかなみたいなで入れました。で7番のゴッドファーザーはこの間の中山記念の時に武豊さんのやつ副賞入れてて勝ったんですよね。で昨日チューリップ賞があってて、チューリップ賞も武豊さんが乗ってる馬が全然人気じゃなかったのに1着に入ったんですよ、で今回7番のゴッドファーザーは武さんが乗ってるんですよ。なんで竹さん推しってことでちょっと1000円ずつ買いました。で今までの過去の5年のレースが8枠ピンクの枠8枠の馬が絶対3着以内に入ってるんですよ、この5年。データ的にね。なんで9のよりまると10のグリューネグリーンに副賞1000円ずついきました。グリューネグリーンはすごい、ね、唯一 G2 か G3 を1回1着取ってる、うん、全10頭の中で唯一重賞に勝ってる馬なんですよ。おって感じです。これ悩むでしょ、説得力が増してきたね。これ調べたの言ってるだけなんだけどね。すごいね。祈りのチャンネルスタート。あー4がいきますね、やっぱね。トップナイフが1も
いいとこにいますね。7か。7。ゴッドファーザーか。いいね、いいね。でも2000メートルあったらさ、ちょっと、あれよね、きっと、ずっと走り切ること、あるんだろうかって感じだよね。よりまる。あ、10番後方にいますね。3番。うわー、ドキドキする。今な、ゴッドファーザーか、ずっと。トップナイフもその後ろにいる。8番の馬って何だったっけな。あ、8番の馬、穴の馬だ。はいはいはい。セッションだ、セッション。そうだね。6も人気だったんだよな。もう1000じゃない、もうすぐ。うん。でももう、大差ないっすね。どの馬もね。9と10並んでる、8枠が。あ、ちょっと遅いよ。遅い？うん。あ、ってことは先行有利ってことか。どう今、まあ、ゴッドファーザーが来てますが、セッション来てるな。セッション来てるね。でもトップナイフがこのまま置いてもうちにいて上がってこれるのかな。あ、10も上がってきたね。1も真ん中にいるな。3がすごい勢いで上がってきてな。3上がってきてますね。あ、どうどうどう、怖っ。あ、セッションもやっぱいい。あ、あ、なんかが上がってきた？ 6？ うわ、6が上がってきてる。ゴッドファーザーダメだね。6と2が上がってますね。6じゃない？ 6 だね。あ、2が来た。2が来た？ワンダイレクト？あ、3も来たね。6？ 勝ってない、勝ってない。6勝ってないのよ。なんて？6か。どうだったの、どうだったの。いや、多分私全滅じゃないですか。え、あんなに勝ったのに。え、だって2が、3着2が来てたもん、ワンダイレクト。2番人気なんですよ、ワンダイレクトの馬。あのさ、真ん中にさ、2着、6が1着に行ってて、2着に行った馬が、で2着にいた馬がちょっと見えなかったんですけど、その馬がなんか私が飼ってる馬だったらいいよね。でもゴッドファーザーは全然ダメだったもんね、最後ね。しかもトップナイフの色でもなかったんだよね。あ、トップナイフじゃん。え、どうなの、当たったの。いや、当たってないです。なんだ。だってさ、トップでも1番人気、2番人気、3番人気、4番人気じゃん、来てんの。何が入れるだよね。え、ちょ、見して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 、何何何何何何、5分前の私恥ずかしいな。カンペ、これカンペ、カンペ、あ、カンペに書いてないこともそろそろ読めたんでいいんじゃないですか。いやいや、別に成長、私の成長の場を見せてるわけじゃないのよ今。え、で1479104は来てるじゃん。そう、来てるけど、もう一番人気だったから副賞は買わなかったの。そう、あの全部のさ一覧みたい。あの、まあね、とりあえずこのレースについて語ってください。6番のタスケーラがいいってダイゴが言ってました。ダイゴ様々じゃん。ダイゴが言ってました。でも私は信じないと思って。ああいう何ロックンローラーのことは信用しないと。今んとこ8戦3勝だからまだね、的中率とか考えたら、いや、私今日は我が道を行こうと思って。いい奥さん捕まえてるからやっぱ信じた方がいいんじゃないですか。やっぱ次は信じようかな。来週は信じようかな。マジか、1万か。絶対帰ってくると思ってたもん。いいっすね。1万か。当たらないけど競馬が好き。神髄を感じました今日は。私は、はい、はい、やべえ。前回のこの三連複の企画もさ、これ辿っていくとさ、大体、うん、三連複も1番人気3番人気とかやんなくてよかったんじゃないか。本当だね。荒れてん、あ、これが荒れてるね。ちょっとあれ4歳以上にこれ18番人気、あ、うん、72番人気、あ、これだったら当たってたよ。あー、7レースとか、あ、結構まあ
まあまああるね。まあまああるね。だからそう。あ、まあまああるね。新馬戦とかでやるべき。でもさ、新馬戦でさ、頭数多いとさ、まあね。単純にちょっとね、ああ、頭数が多い。まあとりあえず、お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。